令和の裏。事業再生版タイガーファンディング令和の裏。学校に行かなくても生きていける社会を作る、学校っぽくない教育を広げたいということで、勝村さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。まさかのイレギュラーな結果になりましたけど、勝村さんいかがですか。はい、まあ、授業の内容以前にやっぱ僕のこう至らない部分をこうたくさん指摘されたので、まあ、そこを直してこれから頑張っていきたいなと思ったところです。まあ、条件付きで190万円で、あの無印本命での出版と SNS のマーケティングということですよね。無印出版って何なんですか。あ、無印本命っていう、あの以前志願社で夢を叶えるもうっていう、あの本を出す臼井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方に頼むっていうような形ですね。おー、それやったら安くでできるからってことですか。100万円で、はい、なんで今回の条件でいうと臼井さんが100万円で、まあ、いけるかどうかっていうところが条件の一つになってくるんですね。こんだけ支援受けてるのからいけんじゃないですか。さすがにこのノリで持ってますよね、絶対ね。いや、なかなかないと思いますよ。夢ありますこの番組。ジェットコースターでしたね、もう最初から、最初からいきなり岩井さんが切れ始めて、途中どっか行っちゃって、僕初めてなんですよこういう経験が。自分も初めてでしたね、はい、どう進めてったんやろみたいな。でも実際どうやったんですか、出てった瞬間は。やばいって思いました。やばそうな感じ伝わってこなかったですよね、全然。そうですか、かなりこう動揺はしてきたかなと。あの本編で何回も茂木さん聞いてましたけど、本当は事業めっちゃやばいんじゃないかみたいな、すごく借金抱えてるんじゃないかって話ありましたけど、はないんですか本当に。すごい、まあ、借金、まあ、借り入れ自体は1100万があるんですけれども、今それを返しながらなんとかやっていけれてるっていう状態ではあります。それで4つ回してるんですよね。そうです、はい。じゃあそこはもう嘘偽りなく、はい、あ、株を持ってないのなんでなんですか。株を持ってないのはどちらかというとやっぱ僕コロナの時に本当にやってたことが何にもなくなってしまったので、その時に、まあ、今のオーナーの人たちが支援してくれるっていう形でサポートしていただいたので、まあ、会社自体は僕は持ってないっていう感じです。まあ、でも今日ね、出るのもオーナーさんにも確認してないんですよね、はい、武田塾の人にも確認してないんですよね、はい、それちょっとやばかったですけどね。そうですね、いやでも佐藤さん、株は持ってなくてもやっぱ運持ってるんですよ。確かに本当に。だって後藤さんが今日本当たまたまいなかったんですよね、だからもう林さんが最後もう勝手に後藤さんに委ねますで190万円、これなかなか柴井さんない展開ですよね。ないでも変わってほしいなと思ってました、普通に。190万円出してみて。あ、そう。林さんお願いします。これは持ってるなって思いましたけどね、で柴井さんやっぱ経営する上で、まあ、運とか、タイミングとか大事じゃないですか。大事ですけどね、でもそれが逆に本当に勝村さんを救えるのかっていう、逆に苦しくさせてしまうんじゃないかなっていうのは思いましたね。まあ、前回もあの覆面のね、事業再生版があったんですけど、まあ、あの時にも岩井さんにも言ったんですけど、逆にそのお助けだるま出すことで皆さんが苦しむんじゃないかなっていうので、まあ、だから勝村さんにもその気持ちは今でもあります。ただその経営者としてなんか目指してる経営者像というか、この人からこういろいろインプットしてるみたいなのはないんですか。経営者としてっていうのは、まあ、具体的にはやっぱないですけれども、僕はどちらかというとやっぱこの教育の事業をずっとやりたいと思って、でその中でやっぱ活躍していきたいっていう気持ちが、まあ、強いです。だから多分職人さんでしょうね、ラーメンでいう本当に店長なんでしょうね、現場のね、だから経営者ではないんじゃないかなっていうのはすごい感じましたよ。そのために本が必要なんです。え、そのために本が必要なんです。本が必要なんですなるほどね、発行してるために。まあでも本当に雫石さんが言ったようにキラキラして見えるんですか。見えますまあだって本当にこの事業プランにイケてる社長職場ブランディングしたいって書いてあるんですよ、やっぱりこれは事業再生の方が目指す部分じゃないなとは思いましたね。だからキラキラしてる、普段させてる虎たちが悪い。ええ、違った違った、まあ、そう見えちゃうでしょうね、でもそんなこと本当になくて、私も近くにいるんで分かるんですよね、ああやっぱこういうブランディングが上手だなって、裏で島屋さんとかやっぱコツコツすごくされていらっしゃるじゃないですか、なんかそこを皆さんには理解してほしいなって思いますよね。成功への近道は地道しかないんです。
もっと王って言ってほしかったどうですか、やっぱ190万って林さんまさかの決断の時はびっくりしました。はい、そのパターンがあるんだみたいな。いや、ないんですよ普通。いや、ないよラッキーって感じですよね。そうです、まあ、これをチャンスに変えて、顔が違いますもんね、めっちゃ聞きながら明るくなったし、うん、どうしましょう、臼井さんにどんな本をお願いしますか。でもやっぱ教育の関係で自分のやってきたこととかこれからやりたいことをしっかり伝えていけるようなものを作りたいなと思います。うん、勝村さんの、まあ、自伝に近いものですとか、 もっと具体的に今何やってることとかこれからの教育がどうなっていくみたいなことが伝えられれば、僕はそれをこう基軸にやっぱ自分の授業をやっていってしっかり成功していきたいなと思います。うん、島谷さんも本出しましたもんね。はい、出しました。おかげさまで Amazon 第1位、はい、取らせていただいたんで。本当すごいですよ。いえいえ、内容はめちゃめちゃ面白かった。でもめちゃくちゃお金払ってますくれましたもんね。あ、そうです、ありがとうございます。いえいえいえ、本当にサインもください。はい、もちろん、まあ、でもね、本出したからってねどうなんやろっていうのはあるんですけどね、まあ、そもそも誰が読むんですか、勝村さんの本なんかと思います、僕もでも岩井さんが怒りすぎてその点聞けなかったですよね。そうですね、でもそうですよね、まあ、それはおっしゃる通りかなと思います。いや、でも ちゃんと経営の勉強した方がいいですよ。うん、まあ、僕もあの勉強したわけじゃないけど、ただやっぱり目指す経営者像っていうのもあるんで、まあ、今までのすごい経営者の人たちの本を読んだりとかして、まあ、経営判断してるんで、うん、なんかあれもこれもやりたいタイプなんでしょうね。間違いないです、うん、器用貧乏というか、うん、だからその辺はちゃんとやらないことを決めるっていうことも大事かなと思います。はい、うん、何でもかんでもやっちゃうじゃないですか。だからポンポンポンってね、いろんな授業やってるんかなって思うんですけど、うん、まあ、それこれからしっかり学んでいった方がいいかなと思います。はい、じゃあ勝村さん、最後になりますけれども、なんかメッセージ意気込み聞かせてもらえますか。うん、はい、無印本命として10年後の林社長になれるように頑張ります。ありがとうございました。はい、というわけでここまで事業再生版タイガーファンディング令和の裏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。